までの試合をセーブしたまま、0対1、大勢が1点リードした24分のところから 再試合、これを予定しています。日程はまた調整いたしますので、そこまでと情報をいたしますので、皆様この後ちょっと安全を第一に企画されていただけたらと思います。今日はありがとうございました。